ャンボビートナイトです。この度もご視聴ありがとうございます。はい、まあ、約ね1週間ぶりの投稿になるのかな。はい、皆様ね、いかがお過ごしでしょうか。2つほどね、私の身の回りにあった残念な出来事がございまして、軽くね紹介したいと思います。ちょうどどうだ3日ぐらい前かな、私のねメインカメラ α7-3 なんですけども、私のね不手際で破損という形になりました。まあ、マイクがついてて、まあ、マイクジャックにね、こうケーブルが刺さっていて、まあ、その状態でね、落としてしまいまして、横の角度からガツンと落ちて、マイクジャックが行くという運びとなりました。まあ、幸いね、ボディやまあレンズなどにはね、傷がついてなかったので、まあ、撮影はね、問題なくできるんですが、ただね、音がね、拾いにくくなっているので、昨日、ソニーストアに行きましてね、修理に出しました。 α7-3 はねソリストアで購入しまして、まあ、安心ケアだっけ、まあ、3年間のワイド保証というものにね入っておりまして、まあ、自損で落としてしまったものに対しても保証が効くというねものにね入っておいたので、まあ、無償でね修理をしていただけるんじゃないかなと思います。まあ扱いはね気をつけてはいたんですけど、三脚にねこう取り付けたつもりだったんですけど、ちゃんとねハマってなくて、まあ、動かした時にね、まあ、落ちてしまったということになります。まあおそらくどうだろう、まあ1週間から10日ほどでは治ってくるんじゃないかなと思うので、早くね元気になってね戻ってきてくれることをね祈っております。そしてもう一点、まあ、以前ね動画でもアップしたんですけど、尿路結石でね人生最大の痛みを経験したという動画をねアップしたんですけど、どうだろう1週間前ぐらいかな、第2弾やってまいりまして、いや僕最初ね前の石が暴れて痛いのかなと思って、まあ、ちょっと薬を飲んでたんですけど、なんかね場所がねまた上の方が痛くておかしいなと思って、前結構下がってきたはずなんですけど、ちょっとこれ変だなと思ってまた病院行きまして、まあ、今回はね CT スキャンでバーッと見てもらったら、なんともう一席いらっしゃったみたいでね、私は今2つ抱えている状態になります。2ストーン内藤です。じゃないよ本当に。いやーまあ一応ね今のところ2つみたいなんですけど、まあ早くね2つ出して健康なね体に戻りたいと思います。やっぱりね石がある状態だと常にね不安なんで、やっぱりこういつねまた暴れ出してね激痛が来るのかというね恐怖心をね抱えながら生活しなければいけないので、まあなるべく早く2席出したいと思います。まあそんなわけでね、最近あった出来事のお話なんですけども、はい、ちゃうわ、本日の動画なんですけども、2月にね買ってよかったもののご紹介になります。もう3月もね中旬なんですけども、ずいぶんね遅くなってしまいましたが、はい、ではね紹介していきたいと思います。はい、まずね1点目はこちらでございます。はい、こちらですね、データカラージャパン様からねご提供いただきました、日本でね3月4日に発売されました、新製品のね、モニターキャリブレーションツール、スパイダー X プロのご紹介でございます。世界シェアナンバーワンのねキャリブレーションメーカーが出すね、約3年ぶりの最新モデルのご紹介でございます。まあモニターキャリブレーションって何ぞやという方多いと思うんですけども、まあこのモニターキャリブレーションっていうのは、まあ僕みたいにね、まあ動画とか、まあ写真をね編集する人間にとっては必須の作業なんですね。まあねこれ聞き慣れないね言葉だとは思うんですけども、まあなぜねこのモニターキャリブレーションという作業がね必要かと申しますと、まあノート PC でも、まあデスクトップでもモニターをね使い続けていきますと、まあ色温度やね明るさというのが、まあ経年変化ということをねしていくんですね。まあ例えばね購入したモニターをねベースに考えて、購入してからね使い続けていくと、まあ少しずつねモニターの色っていうのはね変わっていくんですね。少しずつね暖色っぽい色になったり、明るさがね暗くなったりするんですよ。まあそれはね毎日使っているとその変化にね気づきにくいんですけども、まあそれにね気づかずにねそのモニターを見ながら作業していって、まあ自分ではバッチリね色とか編集できたと思っていても、実際ね出来上がったデータを正常のモニターで確認してみると色がね違ったりしてるんですよね。まあなのでね定期的にこのモニターキャリブレーションという作業をねしてあげないといけないんですね。まあ個人で、まあ趣味で映像とか写真編集とかするのであれば、まあそこまでね気にしなくてもいいのかなとは思うんですけども、まあ仕事なので、まあクライアントから、まあこんなような色でねやってほしいというね要望があった場合は、まあこのねキャリブレーションというのはね必須の作業になります。まあちょっとね説明が長くなってしまいましたが、まあこのねスパイダー X というのは、まあそのねモニターキャリブレーションという作業をねとても簡単にね素早くやってくれるツールでございます。
まあ、使い方もねとっても簡単で、まずはね専用のソフトをねパソコンにインストールして、本体をねパソコンの USB にねつないであげます。あとはねソフトを開いて、ソフトのね指示通りに項目にチェックを入れていって、まあ、画面に出てくるね枠にこのようにね本体を当ててあげれば、自動的にねモニターキャリブレーションをねやってくれます。本当に簡単にねモニターをね正常に色に戻してくれます。ちなみにモニターキャリブレーションをやる前とあとはここまで変わりますね。この結果もねこのソフトで確認することができます。はい、そんなわけでね簡単な作業で短時間でねモニターキャリブレーションをやってくれるこのねスパイダー X プロ、まあ写真やね映像を本格的にやりたい方や、まあお仕事で使われる方にとって、うん、とてもねありがたい商品だと思います。詳しくはね下にリンク貼っときますのでね、もし気になる方はぜひご確認ください。はい、続きましてねこちらでございます。ってね今これ今もう僕着てるんですけども、こちらでございますね。はいはい、無印良品のね鹿の子編みのクールネックセーターでございます。まあオーガニックコットンを使用している、まあ柔らかい手触りのねニットでございます。まあ時期的にね3月半ばになってまいりまして、まあ厚手のセーターからね、まあ季節感のあるね、まあ薄手のセーターなんかね欲しいなと思っていたんですけども、まあ先日ね私の大好きな無印良品に行きまして、このセーターを試着して、はい、即購入してしまいました。まあ軽くてね暖かくて、まあ着心地もねとてもいいんですね。まあ僕はね基本的にまあ敏感肌なので、セーターがね地肌に当たるとこうチクチクして痒くなってしまうんですが、まあこのセーターはねそういった不快感がねないのでとてもね気に入っております。この鹿の子編みという編み方になるんですかね、このデザインもね可愛くてとっても気に入っております。まあこの時期からね、まあこういった薄手のセーター1枚持っていくとねとても便利なのでね、うん、これはね買ってよかったですね。まあ色なんですけど、まあなんでしょう、これオフホワイトっぽい色のセーターを僕は選びました。まあ、僕身長180センチで、サイズはね L を購入いたしました。はい、ただねこのセーターを購入した途端ね、私の住むこちら愛知県はね一気に気温が落ちまして、まだねあまり着る機会がないんですけども、まあこれからね4月5月とね着る機会がね増えていくと思います。ちなみにね無印のねオンラインストアで購入すると、通常これ僕4900円で買ったんですけど、オンラインストアで購入すると約3500円でね購入できます。もしね気になる方はね無印良品さんのねオンラインショッピングページをご確認ください。はい、そしてね次の商品はこちらでございます。こちらね以前動画でもね紹介させていただいたんですが、はい、こちらですね、男心をくすぐる、まあ、キャンプ用のね小型ストーブ、モキ製作女性のね俺のかまどでございます。まあ、僕はねこのネーミングにね惹かれてね購入してしまいました。かまど鍋がねついておりまして、ご飯がね美味しく炊くことができますし、まあねテントのサイズにもよりますが、冬はねストーブとしてもね活躍してくれる商品でございます。なんでもね、三次燃焼方式というね、まあ高温でね燃焼することによって、煙がね出にくい作りとなっております。まあ小型なんですが、重さは 6.5 キロほどありまして、職人さんのね手によって丁寧にね溶接されております。でこれねポーランド軍の軍幕があるんですけど、まあ、それにねインストールできるねサイズの薪ストーブなので、はい、以前にもお伝えしたんですけども、私ついにね軍幕購入しました。まあ、それもね最近届きまして、またねその軍幕とこちらのね俺のかまどをね組み合わせたね様子をね紹介できたらいいなと思っております。はい、そしてねこちらが最後でございます。ジュンテック製のねミラーレス一眼用のねジンバル、ウィービルラボでございます。まあこちらもね以前動画で紹介させていただいたんですけども、まあ軽くてね小さいのでとてもね持ち運びに便利なねジンバルでございます。まあこんな感じでねカバンにもねすっぽり入ってしまうので、以前のジンバルというのはまあ正直重たくて持ち運びにくかったので、まあ本腰を入れた撮影しか持っていかなかったんですけど、まあこのジンバルになってからねとてもね持ち運びが便利になったので使う機会がね増えました。まあそしてねこのビービルラボ何がいいかと言いますと、ここのね持ち手を、はい、こんな感じでね付け替えることによってとてもねローアングルの撮影がね、はい、楽になったんですね。そしてねこんなようなローリングショットもね撮れるようになりました。まあ今までね使っていたジンバルで、まあ、正直不満なことって結構あったんですけど、これはねいろいろ解消されましたね。
はい。まあ、詳しくはね、以前紹介した動画をね、ご確認いただければと思います。まあ、ただね、ソニーユーザーにとってとってもね、残念だったのが、ケーブル1本で、こう、本体とジンバルをつなぐことによって、まあ、ここのね、コントロールパネルで、まあ、ISO 感度とか、F 値、シャッタースピードなどをね、変更することができるんですけど、まあ、ソニーのカメラでね、この作業をやると、なぜかわからないんですけど、カメラのね、ボディ内手ブレ補正がね、効かなくなっちゃうんですよね。はい。まあ、これジンバルを使ってるとはいえ、やっぱりね、ボディ内手ブレ補正がないと手ブレが出ちゃうんですよ。まあ、それがね、非常に残念ですね。ジューンテックさんにね、問い合わせたところ、まあ、今後、まあ、ファームウェアのね、アップデートで、もしかしたら、改善されるかもしれないという回答でございました。ぜひともね、これはね、改善していただきたいなと思います。はい、そんな感じでね、本日は、2月に購入して良かったものの紹介でございました。もしね、皆さんの中でこれ買ってすごく便利だったとか、これなかなかいいですよみたいなね、ものあったらね、ぜひね、コメントやね、メッセージでね、教えていただければと思います。はい。そんなわけでね、本日の動画は以上でございます。今回もね、ご視聴ありがとうございます。もしね、この動画が面白かったら、グッドボタンよろしくお願いいたします。はい。Twitter、Instagram やってますんでね、気軽にフォローしてください。あとね、コメントもね、ぜひ気軽に残してください。そして、はい。チャンネル登録もね、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ビートナイトでした。Boy. You are my